ああ、木造だからね。木造の、なんか、あの、弟くんが、あの、隣の家からいびきがしてきているということで、チャンネル登録ボタン、グッドボタンよろしくお願いします。ということで、早速ですが、やっていきましょう。ブルーホースです。兄弟仲睦まじく、バイオハザード、ウェスカーをぶち殺しに行くの、タビディアンス。最終パートだよ。チャンネル登録といえばね、私のリア友がね、中学の子の友達がね、うん。教えたら、チャンネル登録だけして見ないっていう宣言をしてくれました。そいつ、ぶち殺す。あの本名を晒した、うん、あのテレビ局関係者だから気をつけや。ああ、いいんちゃう。逆にあの悪く扱っていただいて炎上して時々さ一応あのテレビにも出てたみたいだから見せられたわ、うん、あ、そうなんや。それをなんかあの自分の力だと勘違いしないようにっていうことだけ釘刺していただいて、なんかリポートしてたわ。え、じゃあ何、モンスターかなんかな。一応取材のあれらしいけど、まあなんか新人だからか知らんけど、いろいろやらされてんのかね。うん、俺の友達もなんかそのさ、なんかどっかの局のアナウンサーかなんかやってるんだけどさ、なんかあの出身高校の、有名人の中にそいつの名前が入ってさ、あ、アナウンサーになるっていうのは、まあ、確かに壁は高いのかもしれないけど、それで有名人って扱いにしてもらえるんだ、へえと思ったよね。ああ、ウィキペディア書かれんだな。なんやろな、ウィキペディアあるのかな。まあ興味ないけど、とりあえずなんか1回だけテレビで見たことがあるけど、だからもう顔が3倍くらいにパンパンになってたよ。野球部のさ、エースピッチャーかなんかだったんだけどさ、うん、もうごめんね、ストレートにデブやんって思ったもんだ。シンプルにデブデブでやったもんな。あれ、セクション。バイオハザード。何なんか俺そんな刻まれるようなことしたか。いや、もうとどめさした方がいいかなって。ああ、いいよ。刺して。よし。これはここにまた座。ああ。乳首丸出し。船長、全く持って見えへんねん。かぶっとんねん、全部が全部。OK。デシバのパンチラもプレイボール。俺ら小島さんみたいにこのバイオハザードでさ、一躍有名になれたらよかったのにな。あー、無理だわ。4ヶ月失踪してたからな。あれ、どこのチャプターで失踪してたんやっけ。え、あのウロボロス向こうのを倒した後で。あー、5の3から6の1までで失踪してたのね。うん、やっぱああいうちょっとあの面白いスタートしなきゃいけないのかな。あのタイタニックの音楽を流しながらでスタンロットでしばき上げるっていう。それ以外の要素も大きいけどね。そもそもあの実況、マジの実況っていうスタイルがもうこれまでなかったもんね、普通にね。あ、いた。あ、こっち見てる。ちょっと男子、そっち。あ、ごめん、男子やった。かわいそうやな、こいつ。何のために配置されてたやろ。あの、お前もこうなるぜって見せしめ。ハンドガンがないのが心もとないでやんすね。弾足りんかな。あなたがピンチ調達するしかないよね。さっきあんなに拾ってあんなに渡してるのもうないんか。ひたすら使い打ちました。あ、なんかわーって降りてった。頑張って。こいつフェイクに引っかからないだと。何よいしょ。え、投資の話はした方がいいの。まだいる。しつこい。こんなん分かってない人間2人が喋ってるの聞いて何の勉強にもならねえで。おい待て、お前よりは知識はあるつもりだ。いや、わしと比べても
まあ、あの実践をしてるっていうだけでもね、あの価値はありますよ。とりあえずあの今年 の、 あの成長投資枠240万の子はもう早々に使い切りましたね。でも若干かな、日経平均が上がってきてるけど実体経済がこうなんか追いついてないというか、な追いついてないというか、まあ、なんかなんて言ったらいいんだろう、追いついてないっていう言い方はちょっと良くないな。でもあのバブルの頃だったのとさ、あとあのその今回のその日経平均が4万超えましたっていうのと、であの新宿の街を比較した画像があるんだけど、絶対街並みが違うっていう。あ、ごめん。これしかないんだよ。ハンドガンでとどめ刺そうと思ったけど無理だ。これ大丈夫か？ハンドガン持ってきてねえじゃん。そうそう、ハンドガン持ってきてないんですよ。いってえなお前、このクソ親父が持ってるもん腹立つから。あっぱ、わしがされたやんけど、まあうそやん。いや、そういうこと。オッケー、一撃必殺。うん、本郷に出てきそうなゲリラ軍ばっかり。俺の女に手を出すの？あれどこ行ったの？爆発して全然見えへん。もう終わり？うん、処理した。おお早っ。あ、上にもう一体いるんだな。ま、しかもどけらんやんか。見たい？いや、あの左サイドから見た。いない。今の馬流れ道にして見れへんのやな。あ、 いるな。あれどっか行くのかって今。ああ、燃えてるだけか。え、燃えてるだけ。ほんまに登ってってるわ普通に。あーちょ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 あーちょちょちょ、後ろ後ろ前。ヘイヘイ、オッケー、俺のナイフが火を吹くぜ。とりあえずこれはあの周りの敵を消滅させておいた方がいいのか。なんかすっごい私のアイテム欄目に優しい。目に優しいし、あの体にも優しい。くそ、首コキコキしやがったからさ、こいつ吹っ飛ばされたら吹っ飛ばされるんだよ。まああれだよね、ナメプしたらもう人生負けだよ。奥に走ってってるやついたと思ったら裏に舞い込んでるとは。うまいやるやん。ちょっと覗くな、可愛く。まあ、やっぱ人生アクセク働かないといけないんですよ。ただでやっぱね、なんかね、人生サボってしまうと、うん、やっぱ終わる気がするんだよね。その休憩とサボらまた違う意味だけどさ。そう、サボりにサボりまくってるわ。じゃあダメだ。え、どうなの、新しい仕事はどうなの今のところは。まだそんなめちゃくちゃストレス、これまでと比べてストレスみたいなことは特にない。いやでもちょっとめんどくさい人がいるからね。なんかもう経験者並みにめちゃくちゃ要求されるんだよね今。ああ、まあ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 、それはもうでも仕方ない。仕事に入ってだって、4ヶ月くらいか。同じ時期に入った人はめちゃくちゃ 甘やかされてんだもんな。何それ、可愛いお姉ちゃん。いや、私の一回りじゃないな、7個くらい上の子持ちの人。まあ、もうそれはそういうあれだよ。ああ、あれ、おお、危ねえ。もうショットガン。そう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 。早っ。え、腹打たず倒せるの。腹は打たなくても腹ショーっていけるよ。で、はい、こいつをぶちのめせればちょっと楽なんじゃないかなと思うよね。あ、でもそうか、これあれか、俺先行弾も なぜか先行弾を持ってるけど意味ないよね。頭、そうか、あいつらってサングラス吹っ飛ばないんだっけ、一体化だっけ。あいつら、そうそうそう、あのウェスカーと違ってサングラスが吹っ飛ばないんですよ。おかしいよ。そうだ、いつもそこで苦労したな。なんで私こんな回復潤沢な。
ここ比較的苦しいからな。またハーブだよ、もう。あ、グレランだ。ハーブいっぱいあるよね、ここね。冷凍なんだ。とりあえず、あれ、ここって敵追加されるっけ？されるよ。マシンガントーク、エスケさんとカクさんだけじゃなくて。グッドファーザー。ファーザーはとりあえず寝かしとこう。決まった、渡すの間違えた。何？グリーングリーン渡すつもりだったのに、ただのグリーン渡しちゃった。まあいいや、そっち相手の方が空いてるんだったら。反対側にさ、レッドハーブが入ってんだよね、うん、あ、じゃあそれ取りに行くわ。レッドブルーで翼授けられに行ってくるわ。え、こっちさ、こっからピョンって飛んでくると思ったら、なんか普通にはしご登ってるザコちゃんがいるわ。燃えろグッドファーザー、グッドファーザー。よし、で、冷凍弾は使えないもんな。こっちだよな。ピッコロピッコロポーン、ピッコロピッコロ。あいつら、やるな。助けて、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 助けて。え、普通のおやつにビリビリされてる。ちょっと待ってよ、あ、待って、わお。なんかナイフで切られたみたいな、ジャックみたいな、こう死に方しなかった今。あ、普通にビリビリさせられましたね。くそ、ここで。で、アイテムが多いのよな。さすがにこれは多すぎるな。一発だけこれ持ってくか。で、とりあえず爆発物陳列剤して。こんなところか。いや、使い切っちゃうか、ショップが。盛り上がりに欠けるな。ラストパートだぜ。テンション上げていこうや、ブラザーよ。何を喋るかよ、ゆでや。何が聞きたいですか、皆さん。ウィザード、ね、ウィザード。もう毎回毎回俺の言葉を全く持って取れてないんだよね。よいしょ。全然盛り上がってねえんだよ、さっきから。よし、オッケー。よし、クリスショットもできたし。そういえば、あの、結局あのクライシスコアとさ、うん、あの FF のリメイクと、あとあのリバースをやるかっていうのを悩んでるんだよね。うん、やればいいじゃない。はい、初期のリメイクは買った、やったんだよな、持ってたよな、 PS4 で持ってたよな、あなた。ああ、あれはもう結局全部クリアしたの。バハムート結局倒してないかも。バハムート何、裏ボス的なやつ。そうね、うん。ああ、なるほど、うん、じゃああれだ、あのバイオハーブじゃない、ドラクエ5でいうとこの神竜を倒してない。ドラクエ5で例えられてもな、私 FF やからドラクエわからん。俺ドラクエも FF も一作品もまともにやったことがないね。え、テリーのワンダーランドも。ああ、モンスターズはそういう意味でやったことあるけど。モンスターズの新作やればいい。ああ、モンスターズの新作な。モンスターズの新作ってな、スイッチで出てるんやっけ。うん、じゃあ俺スケさんやるからパクさんよろしく。うっだっだっだった、お前こういうチンコやりやがったな、この野郎。勃起しやがって、このアプライスめ放置すんのこいつ。痛い、あ、もう爆発物挟まれてる。頼むわ、一回初戦切ってから。そりゃそうなるって、こいつ放置したらそりゃそうなるって。一回初戦切って、こいつら処理せな。あ、爆発すんで。爆発物もっと陳列ばっかしてきやがって。いって、もう腹立ちんこ。もう立つのはちんこだけにして。クソ野郎が。俺のことか。俺のことか、クソ野郎。その通りで。
おい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 どこ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 しばかれてるやん。うわあベリベリ電気マッチャージやばい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 。なぜそこに設置したーと。もうテンション上がってるわ。もうテンション上がっちゃうじゃない。ミートしちゃう。おいは爆発の範囲が広かったな。てか赤いやつってやっぱちゃんと赤いので強いんやな。体力一緒やと思った。普通に回復させてなかった。回復させてたのに爆死したの。あだからジル戦の時と一緒やわ。あマジか。まだメインディッシュじゃないんだけどねここ。おそうか。メインディッシュじゃないはずなんですよ。まだ副菜の場所って。はい、あ、なんか普通に角にちゃんと当てれば3発でぶち殺せる。あ、2発か。戦ってねえもん。うん、戦うゼロだ。戦ってねえもん、こいつに相手は。俺1匹で十分だよな。うん、あれが1匹や。うん。なんか盛り上がりにかけてんだって。頑張れよ。ラストチャプターだの。お兄ちゃん寂しい。だって メインディッシュじゃねえんだべや。あそっか。じゃあなんじゃ あのメインディッシュになった瞬間急になんかテンション爆上げでキラ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 喋ってくれる。いやもう寝るよ。寝るんかい。寝るなや。最後までクリアせえや。終わったら起こして。いいよ。いいんかい。とりあえずスケさんカツさんぶち殺しに行ってから。あれじゃあどあれなんかすごい上が柔らかいよ。あやってきた。なんかね左のおっちゃんが聞こえ。エレベーター上がりきってなかったよ今。そうなよ。あそういうこともあるんや。あ帽子だけ吹っ飛んだ。そんなことあるんや。もうでも使い切っていいんちゃうかな。あ、ちょっと待って。上のさ、なんかよくわかんないやつに当たってさ、全然食らってくれなかったんだけど。やばいやばい、来てる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 。ちょっと間に合わなかった。キャッツビーしてる場合じゃない。バカ、何してんの。もう、生還スプレーも、脇汗がえぐいからって、もう生還スプレーばっかしてるからそういうことになるんだよ、本当にもう。寝ろ。生還スプレーといえばさ、某ゆっくり実況者、YouTube 界にゆっくり実況の波を作り出した始祖の男が、昔バイトでやらかしたエピソードの話でね、うん、ドラッグストアに勤めてはったんね。うん、イエローデビル拾ってなかったんじゃん。で、ごめん。お客さんに制汗剤はどこにありますかって聞かれて、制汗剤が何のことかわからんかったらしくて、ああ こんなんでよければって渡したのがスゴジュっていう精力剤。もうさやったってごめんな。あのなもうもはやそれさある意味でさ制汗剤をこうビンビンにさせようとしてるよね。もういや制汗剤が欲しい言うてんのにさ汗の匂いを抑えたい言うてんのにそんな精力剤集めて困んねん。いやだからこれからビンビンにさせるってるあれじゃないですか。もう、ね、汗の匂いは収まらんの。別の匂いが出てくるかもしれない。あの逆にあの汗ダクダクになっていく可能性は高いよ。うん、あアイテムあるじゃん。いいんだ。しかまだ敵いるな普通にな。ああ来た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 。あのすごいあの仲良く来たわ。で仲良くお亡くなりになったわ。ああ硫酸弾と救急スプレー。回復薬がない。まあいいか。どうせロケランでぶち壊すでしょこいつも。何そんな呼ばれても急に。てか お前あ相手もなない余っとんかい。余ってないんちゃう。埋まっとんかい。まあ冷凍弾捨ててもいいんだけどさ、せっかくやから拾っとこうぜっていう。まあそういうことね。まあどうせ死んで相手もな整理せなあかんしって。うん、そっちに余裕があるなら拾っといた方がお金になるし、やっぱなもうそういう節約のね。ミストチャプター
別にもうこれをなんか一人で周回しようとか思わないから私。貧乏症やからね、もうね。それはわかる。普通に実況しててもさ、なんか結局同じところにアイテムを何回も拾いに行ったりとかしてるもんね。この実況で無駄やろなと思いながらも全部やっちゃうからな。カットせえや。ご指摘の通りです。重々、そちら、今後の参考にさせていただけたら幸いで。カット倍速、ゆっくり実況、ショート。ゆっくりってでもさ、あれテキスト全部自分で打ち込んでいかなきゃいけないんでしょ？あれ大変やで、私字幕つけるだけでも大変やったなと思ってんのにさ、それに音声までつけるってやったらもう死ぬで。死んだよもう。うん、1分1時間かかるとか言うしな。今はどうか知らんけど。それ本業に行ってる人だったらいいけどさ、本業違うのよ。しかももう超大手企業でさ、これから営業しに行かなくちゃいけないことによってさ、これまでの軽い営業じゃないから今もうメンタル的に参ってるのよ。そうよ。あなたの年収が100万以上上がったことにお兄ちゃんは安心してるよ。急に年収100万も上がったけど、手取り10万上がったけど、確かに手取り10万はえぐい。手取り10万上がったら100万上がってるやろ。まあそうか、まあボーナスないけど、ね、そう考えるとこれまでさ、前の会社のボーナスあるってお小遣いレベルなんかもらえなかったけど、結局前の会社、うん、前の会社、あ、そっか、俺の前の会社もそうやで、ね、なんか求人見ててさ、なんか800万とか900万とか稼げますみたいなって書いてたけどさ、実際さ、目標達成できる人がさ、営業マン40人いてさ、1人いるかいないかレベルのさ、目標掲げられてさ、じゃあまああれやな、なんかどこその大学の付属高校から行けるのは本当に数百人に1人みたいな、そんなレベルやと一緒や。そうもうそんな感じよ。じゃあもういいんじゃねって。で最後さ、辞めるっていうなった時にさ、社長がたまたまさ大阪の方に出張に来てたからさ、まあ、お世話になったら挨拶させてくださいって言ったら、いいよそんなもんはとかって言われてさ、もうそんな社長だからさ、もうなんだろうね、人が寄りつかないというか、結局ね40代ばっかりが残ってて、20代30代なんかね、もう俺でも3年半持った方みたいなレベル、だいたい1年半くらいで辞めてくるね。俺の後に中途入社で入った人全員俺よりも早く辞めてくからね。っていうような会社だから、結局ね、どんだけね、優秀な人がこういたとしても会社に人が残らなかったら潰れるから、そんなもんよ。だから優秀だろうが無能だろうがそんなの関係なくてさ、ある程度人をちゃんと育てられるっていう環境を整えていかなかったら、どっち狙おうかめっちゃ迷ってるぞ、ベスカーさん。おう、でもやっぱひたすらヘイト買ってる俺よりもそっち行くねんけど、やっぱベスカークリス好きやん。結構男が好きなんじゃない、クラーザーを持ち帰りしたりさ。苦しんでる姿をただただスコープで覗いてるだけなんや。いや、さすがに怒られた。あ、こっち向かってくるのね。俺でも今無理だぜ。開けられてる。普通にただただ避けようがなかった。おっと、ここでストレートキック入る。それに対し、ライフルで応戦。ライフルじゃない。マシンガンで応戦。おーっと、ここで一発入った。しかしそんなものはもろともしない。おっと、しかしここで回し蹴り、後ろ回し蹴りを食らわされたシェバさん、飛んでいっている。いっていって、なんで、お前なんで、なんで、なんで、ああ、ごめん。いや、もう今のはもうやられようと思った。ね、いらん、いらん、いらん。え？よし、行くか。マルシーよ。最初いきなり打ってくるときあるから、こっちもやっとかなあかんからね。
そうなんですね。てかもうこいつ打つことと走ることしか脳がないからさ、ウェスカーさん。こいつたまに電気つけるときある。うわ、めっちゃすごいきた。あるある。普通にだってあの、うん、長引くっていうか。お前ダッシュ活用しすぎやろ。ダッシュって体力削るからな、覚えとけ。そうね、それはそう。こいつ。オッケー、さあ頼んだぜ。あんな至近距離に当たらんかった。これ確か一発無理だよね。だよな、やっぱダメだ。いった、おし、反撃ができない。ほい、あ、今振ったのに。あれ今食らなかった。あれ今反撃できたの。マジか、シビア食らってないのか。回ってないでさ、回ってないで。ほら今なんか指さしてきたぞこいつ。チッチッチッってやるからな。痛い、怒られてる。図に乗りすぎや、行きすぎやね。あれ通り過ぎとるやん。エンプティーかよ。拾いに行こうと思ったら倒れてるおっちゃんがいるから。ごめんごめん、おっちゃん倒れちゃった。こいつ見えてないぞ。しかこの距離で見えてないのか。終わってんな。お前今ハンドガン装備してたろ。サングラスしてた方がこいつ見えてる、もしかして。はい、終了のお知らせ。黒上から刺せるほどあれなのか、硬い注射なのか、これって。まあ、ウェスカーの皮膚を刺すんやったら、そんぐらい硬くないと、やっぱ、特別な訓練受けてんねんで。ああ、なるほどな。全然納得感ないけど。お前この一瞬でサングラスだけつけ直したんか。さっき確実に外れちゃったやろ。いやー、あのやっぱトレードマークだけはね。でも結局外す、このワンシーンのためだけにあの一瞬でかけて外したんや。いや、鏡じゃないですか、演出家の。アイデンティティクリスが奪いやがったっつって。あ、もういらんわサングラスお前つけてるし。あとクリスのアイデンティティって言ってたら乳首でしょ。どんどん飛ぶねん。そう、なんかクロスのなんか服着てんのに乳首は出すって、まあ、隠してても嫌やけど。あ、とにかく言えること防御力薄すぎるんだよ、ね、いやでも攻撃力高いから肩は。あ、なるほどな、肩パッド。なんで普段エヴァの方が早いのにこういう時にクリスの方が早いの。あ、あれちゃう、あの服が軽いからちゃうか。まあ、シーツ確かに走りづらいけど、どんな感じですか。これは何、オスプレイみたいな。オスプレイでも違うか、あれか、ヘリコプターだ。あー、普通に戦闘なんかこういうのあったよな、他の作品にも、スターウォーズ以外で。あー、ここからテンション上げていくよ。ラストスパートにかけてやっていきますからね。セットアクション。はい。何回死ぬかな。いやでもな、この前ほら、あのこの前っつってももう1年以上前か。なんだかんだでそんなに苦戦せんとクリアできたから。そうなんだよね。だからこれ死んだらもう一番リラ使ってもうロケラン持ってこよう。風上にも置けない悪の所業だけど。あれリラって名前なのか。なんかね、今回通貨わかんないんだよな私。リラだったっけ。リラは地下8か。8はもっとわからへん。やったことないからね。ああ、そう、4が、4のパーツがRE4 で変わってたのだけはなんか知ってた。見せたやろ。
変わった感じね。なんかね、何か合わせたけど。え、ペスタの守るのっけ？ペセタ？あれ？パーツ？じゃあフォーってあれパーツじゃないの？パーツって読むんじゃないの？ペセタじゃないの？そうなんだ。もう。まあでもヨーロッパは普通に通貨はユーロだけど。マジでそうか。A new world diaphragmented. A new genesis is at hand, and I will be the creator. And I will be the creator. 見えてないんですか？隠れとんのさすが。ウェスカーさん、ここで売ってればもう勝てたんだよ。なあ、ごちゃ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 公爵タレントな。でもこういうやつらってさ、なんでそういう世界を作りたいのって思うよね。一緒になんか生活できる人がいなくなるわけやん。やっぱほら、なんか一生この場合人類選別計画みたいなもんやから、いわゆるドクターストーンで氷河がやってた思想と一緒や。氷河って名前とか忘れたけど、あのちょっと忘れちゃったんだよね。1、2巻しか読んだことないから。ドクターストーンは、うん、ドクターストーンは、うん、1、2巻しか読んだことがないか分かんないけどね。ああ、じゃあダメだ、じゃあまだ出てきてねえわ。1、2巻やったら、ね、もう一個さ疑問なのがさ、あのなんでこういうやつらってさ、ジメッとしたところに住みたがる。ジメッとしたところ、うん、なんかガロンドロフとかもさ、なんか謎のマグマにさ住まれた空間でさ、なんかすげえジメッとしたところで生活しとるやん。ガロン城とかさ。あー、まあクッパはほらあれじゃん、やっぱ。あ、でもクッパ一応溶岩が弱点なんだよな。なんであいつ溶岩のところに住んでんだろう。あれ？なあ、押し間違えてるよね。めっちゃ早かったで、ゲームオーバーのシーンなの。ごめん、間違えた、スクショしちゃった。ごめんよ。なんか普通にさ、多分あれだな、あの ZR、ZS じゃなくて普通の LR を連打したのかもしれない。まあそういうこともあるよね。どんまい新体操。もうなんか綺麗にカットされていくな。シェバのアヘ顔よろしく。これが最初だったらもうなんか見てる人からしたらさ、もう面白いよね。NO! まあ都合よく溶岩があるっていうね。ちなみにさ、頭一つ落ち抜いたら死ぬのかな。ちゃんと思いっきりパンツ見えてるな。ウェスカーですら吹っ飛ぶ気流、乱気流の中、自分含め3人分の体重を片腕で振る。あと、まあ、これ気になるのがさ、まあまあの距離さ、ウェスカーが吹っ飛んでった後さ、飛行機墜落まで進んでんじゃん。あの距離をさ一瞬で来るウェスカーも怖くねって思うんやけど。いや、ていうかこの墜落でなんで2人生きてんの。確かに、あの腹押さえてるけど、鉄骨のところやもんな、シンプルにな。無理やろ。まあまあ、だってほら、あのゴリラやから。余るな。で、まあ、まずこんなところにおれへんやろ。そうね、ここにいてたら普通に多分あれだよね、燃え散らかして死ぬよな。てか普通にこの地形だったらガスで死ぬんじゃないかな。あー、溜まっててガス噴射してな、熱にギリギリ。あのほら、コンゴでもさ、ほら溶岩に飲まれてないのに近くに行った灰色ゴリラたちがさ、死んでってんだよ、うん、燃えて。なんか自ら飛び込んでるのもあったけどね。あれだから、ジャンプで着地したときにそのまま支えきれないで飛んじゃったんでしょうね、多分ね。ああ。なんかたまにあるやん、階段から飛び降りたときとかにさ、着地失敗してさ、そのまま前にどん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 行っちゃうみたいな。
マジでフィジークに素晴らしい体験なんだな。フィジーカーになればいい。ちゃんと自分で鍛えてんのかな。なあ、ウイルスの力なんかな。48歳でこの、じゃあ49歳かでこの体や。なんかでもせっせと腹筋とかさ、バーブダンブラーゲとかやってると考えたら、それはそれで修理やからさ、もうウイルスの力でええわ。いやまあまあまあ、結構無駄な筋肉を削ぎ落としていくと腹筋っていうのはちゃんと現れるからね。俺結局腹筋がまだね、いまいち見えないんだよな。ガリガリになれば見える。あー、全くやめるか。野菜だけで生活していくか。それはそれでつかなくないか、筋肉。プロテインだろ。でもやっぱりちゃんとね、タンパク質取るにしても液体で取るよりも、あの物体で取らないと、あのね、食べることによるそのカロリー消費量っていうのも変わってくるのよ。プロテインで同じ、プロテインと鶏むね肉で同じ量のタンパク質を取るのでも、あのやっぱ胃の消化を使うかどうかで消費カロリーっていうのも変わってくるから。それを考えると、ちゃんと本当はプロテインのような液体から飲むんじゃなくて、あの食物から取るのが正しいというか。いけないわ、こっち。やばいやばいやばい、シュ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 、あぶね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 。装備的に壊せないこれ。そう、あの最初にあれ、あのさ、そう、普通に壊そうと思ったらさ、あっちのあのお宝取りに行こっかなと思ったら無理だった。そうなんだよな、やっぱダメなのか。どうしよっかな、もうラストステイト見えてやもんな。まあ、いっかも、これで。こっちショットガン M3 しかないのか。壊せないのか。ナチュラルズバイバースティンガーアンドバッター。Do you really believe? Do you believe? こっちの方が前で。こっち飛ばしとかんとダメなんだよね。なんかもうごちゃごちゃ言うてるわ。これ背中か確か。もうムジ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 やってますやん。早っ。これしかもあれだよね。めっちゃ苦労するイメージあんのに。あ、早かった。早かった。じゃあ俺もモンゴル人で始めるわ。なんかごちゃ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 後ろで、やばい、意外と来るのが早いぞ。意外と来るのが早い。足止めよろしく。こっちからやったらヘッドショットするしか方法がない。あ、マジか。あれこれさ、こっちでさ助けることができたらさ、なんとか頑張った。人間やめました。でそうすると、ここからシェバが来たら、なぜか自然とウェスカあっち側に行ってるんだよね。じゃないと俺死ぬんだけど。ダメだ。あ、またクリスの救出シーンがなかったけど、なぜだ。ウェスカーがいるから。え、あ、でもそっちになるんだ。あの位置から動かない。なんかこれ終わったくない。行動範囲で決まってるかしないけど、あの位置から動いてくれない。助かる。近づいてきてる、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 来てるわ。うわー突破しようとしたが無理でした。こんな高いところとかにはおらんかったよ。あれ、じゃあこれちょっとやっぱあっち飛んでってもらわないと無理なのか。ついね。さーて、いやでも飛ばないで行くんだけど。おー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 、あ、あれ違うの。あ、そうだよね。あ、じゃあまだあれか。なんで言わせなかったの確かな。じゃあ落ちる前に、おっちゃんにやっとかなあかんか。いや落ちてからでもいいけどな、別にな。どっちでもいいけど、とりあえずなんかの講釈垂れてる間に俺が普通にこれをやっといたら、あれ喋るの終わったぞ。よし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 。あんまライフになっ生き顔になってんだよな。おっ、やばい、来た変態紳士が来た。変態紳士、変態紳士が見えないな。お年玉くれんの？娘以外にこの位置じゃ見えないなって言っただけなんだけどな。あー、そういうことか。これどうしよう。
あ、見えへん、全く。あ、もうクリスしか見えへん。クリス撃っとこう。なんかこれ条件によっては落ちないパターンあるんだよな。オッケ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 。さあ、こっち来い。こっちにさえ来れれば、まあ多分なんとかなるはず。もうただ一物をブルン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 、なんか自慢の一物。え、なんだ、あ、なんか下背中当たったみたい。あ、当たったのか。一発だけ当てた。おめでとう、ありがとう。ふん、怖いって飛んでったわ。でもな、ごめんな、ウェスカー。もうもう俺帰るもん、帰るもん。せっかく来てくれてありがたいけど、もう帰ってもらう。背中のコアどこや。こいつ 見せへんぞ。 お胸パックンしてるだけ。当たってる。そこやっぱ胸のコアやっぱダメージ与えないと。それ以外のところダメージ食らしてても多分体力無限よな。うん、多分。でも切れるぞ、もう。まあ、高いね。お前今壁突き抜けたやないか。ああ、あれ最終局面か。あ、うん、ほら、あ、即死攻撃。すごいブルンとしてる。ブルンとしてる。顔面ショットガン。顔面ライフ。やばいやばいやばい。プレスくるくる。プレスくるくる回って、レスカーもくる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 。合わせてくるくる。よろしく。背中よろしく。切れそうかな。もうないわ。あ、見えてる。オッケー。今です。オッケー、いいねー。そう。あ、ばばばば。これ巻き込まれたら一撃だもん。うん。あああああ。っていうそろそろ。ああ違う。今オープンセサミになった。なんてお胸コアをこうやるのを諦めたんだろう、こいつ。よし、無理か。ねえ。あ、無理、無理、しまった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 。合うわ。拾ってるし。これ条件どうやったっけな。胸のコア、いや、胸のコアある程度ダメージ与えたらなんだけど、多分今のダメージで、あの最終局面やったら、多分お前が死んじゃうから、とりあえず回復だけさせて。あ、危ない、出やす。危ない、出やす。やばい、あぶらぶら、背中開いてる。この距離で外すか。この距離で、あ、あなた、あなた自身がついやぶれ、あ、もうないな。あ、いいね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 。そろそろお胸パックンチョするんじゃないか。あ、やばい、ぐるぐる回る。ぐるぐる、やばい、あんまり下がれない。ぐる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 。意外と甘かった。さあ、こう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 。背中ここは見えない。こっち向いて、こっち向いて、パンダ。オッケー。パンダパンダ。パンダパンダパンダ。パンダパンダパンダ拾ってる。パンダ拾ってる。やばいやばい。カメハメハしてってる。カメハメハ。ハメ。あ、いいねいいねいいね。ハメってる、ハメってる、ハメってる。よいしょ。まだかよ、強っ。そう、意外と口大きいのね、あなた。なんか、ゴリラみたいな口してるけど。この俺が貴様の時に。やべえ、ほぼねえんだよ、弾。おー、やばいやばいやばい。俺もないですね。横をスルッとすり抜けさせていただける。優しい。背中、背中向けろ、背中。しば、そう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 。よしよしよし、ちょく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 。背中向けろ、背中。オッケー、頭パックンチョ。頭にゃー、ほいほいほい、ちょろっと避けて。当たるんかい。 なんでそっち。危ない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 。ちょっと待ってよ。ありがとうございます。ムーンサルトするこのタイミングで。 あれ無理。マジ待って、コントローラーバグった。コントローラー、このタイミングでコントローラーが不死身になっちゃう。ぐる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 。
さあ背中のコアを私に見せなさい。背中をぐるぐるっと後ろを見て見据えれば、あなたの姿を拝み倒してみせましょう。なんかお腕を伸ばしてる。おお、ちょっとなんかいきなりブチュッと、うい、なんでめちゃめちゃ削ってきますやん。やばいよ。あ、来てるわ。やばい。これはちょっと笑えねえ状況だな。いやー、ちょっと今撃った瞬間。開いてたのお前。そう、撃った瞬間に閉じやがった。撃てなかったわ。また C の回復だった。まあいいや。ああ、回復はまだギリある。おお、もう出てきた。大江戸温泉、二の温泉物語、ごちそうさまです。危ないな。これ、どうしたらいいんだ。いまいちね、ちゃんとした正規の倒し方をね、理解してないんですよね。威力関係ないのか。一発当てれば一応。いや、でも多分ね、マグナもぶちのめしまくってたら。いやー、これ無理か。いやー、こいーし。割とマグナも。あ、やばい、やった。あ、クリスが。ブリスが破壊締めしなきゃいけなかった。おお、ちょっと待って、体力の削れ方がいい。おお、かっこいい。あ、しかも体力が削れなくなった。これ途中で B から変わるなよ。どれも B から変わるなよ。ホールド。ありがとうございます。ごちそうさまでやす。やばい。破壊締めしばくするんやと思った。二人の。近づいてた。なんか結局ウェスカーってあれ、何か前にも後ろにも心臓がついてるタイプの女子だったってこと。ああ、やっぱ心臓多いといろいろ便利やからな。そうやな、カクスとか。そうやもんな。カクス知らんか。うん、ヤクザ。もうかわいそうやな。これ悪かったら、日本語適当に聞き逃されちまってるわ。カクズ、カクズ知らんかさ、なるか見てなかったっけ。いや、カクズは知ってるよ。カクズか、カクズっつったんか。あと3個あるやん、ほんだら。おっしゃる通りです。あ、まだあと3つあります。カクズが心臓2つあったらやばいって、それはそれで。クリスもう今の賭けやろ。いや、マジでそう思う。あのね、冷静にね、俺、あの、割とガチで筋トレをやってる方だと思うんだけどさ、まだその一般人と比べたら、あのね、うん、片手で何かにぶら下がるってほんま無理よ。いや、バイオ4とかでもさ、レオンが片腕で捕まって崖登るっていうのがあったけどさ、やってみたけど無理よ。片手で懸垂できる人がたまにいるけどさ、あれほんまにガチの人なんやろなって思うわ。片手で腕立て伏せはできるけどさ、いや、片腕立てもむずいぞ。片腕の腕立て伏せはね、一応できる。あの、片手片足で腕立て伏せはね、一応ね、2回くらいある。ということで、まあ、ほぼっとした、はい、全然報復は絶倒しないですけれども、まあ、仲睦まじい兄弟のね、動画をお届けしましたということで、せき込んでますけど、最後の最後まで全く関係ない雑談を繰り広げるっていうのもね、まあ、こういうゆるっとしたね、まあ、大丈夫、安心して、結局ね、我々の動画はですね、我々の動画というか、僕のチャンネルはね、虚しいことに、100視聴回数程度なんで、いや、もう多分ね、私のおかげでもう、あとそれが10倍くらいにね、20倍くらいに、22.5 倍くらいに。残念なお知らせすると、残念ながら、あなたと撮ったこれまでのバイオの実況は特に跳ねてない。あの音声の質じゃ、そうだでしょうね。あの、多分開始5秒で、みんなリタイアしてると思う。私も見たない、あんなもん。見たことない。自分が喋ってるのが全く聞こえない状態でさ、俺がひたすらなんかね、喋ってて、たまに笑ってるだけっていうね。まあ、多分ね、ジョッシュの笑顔はシバのパンチラを見て喜んでる顔。なんか喋ってくるやん、ジョッシュ。あ、お疲れ。多分舌抜かれてんじゃない。ジルにセクハラして。
これほんまに気づかんパターンあるよ。あ、これ女子やったんかみたいな。うん、みんなこのゲームを初めてやった人の 95% はオバマ大統領だと思ってるから大丈夫。そういう話かな。どっちかっていうと、なんやろ、あれちゃう、どっちかっていうとモーガン・フリーマンかな。え、あ、モーガン・フリーマンか。俺エディ・マーフィーかなと思ったけど。あー、そっちだな。なんかそうやろ。うわぁ、PC バージョンスター。はい、ということでね、動画最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ちょっとね、いつもう4ヶ月ぶりくらいなのかなんでもう、はい、失踪した。そうなるよ。じゃあ、あれだ、超有名ゲーム実況者小島さんと同じ感じになっちゃってるっていうね。いやー、皆さんお待たせしました。お待たせしすぎたのかもしれません。ということで、まあ、ぜひね、こういったほのぼのした動画は、また弟を捕まえて、このゲームやるぞって言ってやっていきたいと思いますんで、はい。まあ、少なくともこのゲームね、あと2つモードが残ってるんでね。あ、そっか、そっちやってなかったな。やる？やるか。やらなあかん、まあ、少なくとも、ジル編はね、あっちはまだゲーム性としては。はいです。じゃあ、あと2パートやりますか。引き続きということで、まあぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押しておいて、いつまたバイオ5の実況がこう上がるかっていうのは、毎回通知を見てですね、皆さん確認をしておいてください。じゃないと、今度もしかしたら1年くらい弟と共に失踪していくかもしれませんので、まあ、もしかしたら相方が変わっているかもしれないし、ブルーブスじゃなくなっているかもしれない。あ、俺が消されんの？俺のチャンネルなのに。それは新しい。で、相方はまた別の人でも。いや、もう全然誰の実況、もう別物の実況になってもうてる。うん。乗っ取りだね、もうね。じゃあ、1、2回くらい乗っ取られても。最終的に奪い返したらいいんですか？もう皆さん、もうここからダラダラ喋ってるだけなんで、はい、ただただ収録時間長くなってってるけど、離脱される方は離脱していただいて、僕らいつも普段通りのただの家族の雑談してるだけなんでね。家でやれや。やっぱなんか最近長尺の動画がなんか流行り始めてるからさ、こういうなんかね、ちょっとしたトークなんかもね、好きな人は好きなのかなと思って。だからこれから総集編みたいなのね、あげてもらえると思うんで。ハードルを上げるな、そんなんで。きついね、もう。いや、くっつけるだけやから動画を。いや、まあそうやけど、総集編にしたら多分ね、10時間くらい、10時間いすぎか、でも。いや、でもそんなもんよ、ね、そもそもくっつけた動画を、一方の動画にするダウンロードだけで多分ね、72時間くらいかかる。いいじゃん、仕事しながらも。まあ仕事してる最中に動画のダウンロードだけはパソコンでやるけど、20分の尺の動画で、まあ仮に10ギガだったとしても4時間くらいかかるからね、ダウンロードするのに。そっか、1回ダウンロードしてくっつけて動画化してアップロードして、で大体の Wi-Fi ってアップロードの方が時間かかるから、うん。待ってます。なるほど、マジでね、結構ね、ついよ。いや、今ね、パソコン終わってんのか分かんないけど、ダブルモニターにしてるからかもしんないけど、デュアルディスプレイか、にしてるからかもしんないけど、うん、それでパソコンのなんか性能が落ちてるのか分かんないんだけどさ、ダウンロードにめちゃくちゃ時間かかるようになったんだよね。そんなことある？分からん。でさ、動画編集ソフトもいじりながら、や、デュアルモニターの方でさ、やったりとかするんやけど、なんかね、前のパソコンと全く同じ編集ソフト使ってんのに、急に止まって全く動かなくなって、で、再起動かけなきゃいけないとか、普通にあるから、それがパソコン一つの画面だけでやってるときは、そんなが起こらないから、デュアルモニターにしたことで、解像度とかいろいろなんかその処理速度とか落ちてって、
腐って死んでるのかなと思ってるんやけど。いやーどうやろう、単純にモニターの描画が2つ目は遅いみたいなのはわかるけど、パソコン自体の性能が落ちるはちょっと、まああるかもしんないけど、まあ単純にだから2画面にすることで起動するアプリが増えて、なんかメモリ食ってみたいなのはあるかもしらんけど、でも立ち上げてるアプリプラスブラウザ自体に関しては、前のパソコンの時と変わらないからね。だからブラウザ、まあ、エッジとその編集ソフトのこの2つしか立ち上げてない状態で作業してても、そのデュアルモニターの時は止まるっていうね。わかんないな、あんま2画面立ち上げながら動画をアップするみたいなのをやったことないからな。そっちの方がね、なんかいろいろまあ便利っちゃ便利だからやってるんだけど、まあ普通はそうね、パソコンメインで活動する人やったらね、2画面でやるわな普通は。うん、デュアルモニターってやっぱなんかそれまでは別にいらないんじゃねとかって思ったけど、もうないと無理だわ。めちゃくちゃ便利だよね。そうなんだよ。そうだからもう仕事に関しては少なくともそうだわ。いやマジです、普段使いだったら別にいらんけど、そうそう、メール1本打つのでもね、デュアルモニターであることすごい便利というか、うん、ニコン。ニコンは京都の会社かな。はい。あれ、これなんかアフターストーリーってあったんだっけ？これはないですね。ないよな。あれ、アフターストーリーができ始めたのって ?6 から。まあ、ある種4もあるっちゃあるかな。アフターストーリーってか、まあ C パートやな。あのあれ告って振られるっていう残念なオチのやつな。よし、57分ですね。はい、ということで、だらっとした実況動画だったんですが、最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して、またいつか弟とやる時がありましたら動画シコシコとご覧いただけたらと思います。ということで、今回は以上です。またお会いしましょう。バイバイ。